フェリッペ・サルバドール・カイセド・コローソは、エクアドル・グアヤ・キル出身のサッカー選手。元エクアドル代表。セリエ A ・エス・エス・ラツヨ所属。ポジションは FW。地元のバルセロナ・ SC の下部組織で育ち、2004年には、ロカフェルテ・ FC の下部組織に移った。FC ・バーゼル。編集2006年冬、スイス・スーパーリーグの FC ・バーゼルに移籍した。移籍金は公開されていない。 この時点ではヨーロッパでプレーするエクアドル人サッカー選手はおらず、カイセドが唯一の存在であった。一石当初はカブリーグで経験を積み、2006から07シーズンはスイススーパーリーグで27試合に出場して7得点し、2007から08シーズンは18試合に出場して4得点した。リーガエスパニョーラ、プレミアリーグ、セリエ A のクラブが関心を示し、 2007年1月には AC ミランが選手の紹介を行った。マンチェスターシティ FC 編集2007から08シーズン2008年1月31日、労働許可証の取得が完了して、プレミアリーグのマンチェスターシティ FC と4年半契約を結んだ。遺跡金は520万ポンドであり、スイススーパーリーグ所属の選手としては過去最高額となった。 マーク・ヒューズ監督はカイセドを南米最高のタレントの一人と評し、ブラジル代表のアドリアーノと比較された。2月10日、マンチェスター・ユナイテッド FC とのマンチェスター・ダービーの後半から出場してデビューした。2007から08シーズン終了まで20試合に出場したが、すべて途中出場であった。2008から09シーズン2008年12月19日、 UEFA カップラシンサンタンデール戦で遺跡後初得点を挙げ、ラシン戦の直後の WBA 戦ではバックヒールシュートで得点した。当初はゴールキーパーのオーンゴールと記録されたが、試合後に改世度の得点であると訂正された。WBA 戦の1週間後の春ィ AFC 戦では1試合に得点を決めた。2009年3月13日、 UEFA カップベスト16のオールボー BK 戦、ファーストレグでは、先制点を挙げ、最終的には、PK 戦の末に勝ち上がりを決めた。4月16日のハンブルガー SV 戦セカンドレグでは、シーズン6点目を決めたが、2試合合合計3から4で、敗退した。5月2日のブラックバーンローバーズ FC 戦で7点目、シーズン最終節のボルトンワンダラーズ FC 戦では、 リーグ戦8得点目を決めた。ゴール前でボールを保持し、ディフェンダーを振り切って、シュートを打てる、チーム唯一のストライカーとして、多くのファンに強い印象を与えた。スポルティングへのレンタル移籍2009年夏には、パラグアイ代表の A、7月23日、1年間の契約で、スポルティング CP にレンタル移籍し、2009から10シーズンは、 UEFA チャンピオンズリーグにも出場した。契約には完全移籍オプションも付けられていたが、レンタル期間を半年間に短縮し、2010年になってイングランドに戻った。マラガ CFA のレンタル移籍ハルシティからもオファーがあったが、2010年1月8日、リーガイスパニョーラのマラガ CF にレンタル移籍し、2月14日のラシン戦で移籍後初得点を決めた。 最終節を前にして残留が決定していなかったが、最終節のレアルマドリード戦の9分に、セルジオ・デュダの得点をアシストし、残留を決める貴重な勝ち点に一獲得に貢献した。レバンテドへのレンタル遺跡2010年8月31日、スペインの遺跡市場が閉まる1時間前にレバンテドへのレンタル遺跡が完了した。レバンテでは、飛躍的な成長を遂げ、 12月までの12試合に出場して7得点を挙げた。11月21日のラシンでは、クリスティアン・ストゥアニとコンビを組んで2得点を挙げ、チームを残留圏内に押し上げた。12月18日のアスレティック・ビルバオ戦では3試合連続となる得点を挙げたが、この試合からチームは5連敗し、一気に最下位に転落した。2011年1月29日のヘタフェ、C、F 戦では、 チームの2点目を決め、この試合で、浮上の兆しをつかんだチームは3試合連続完封勝利で、残留圏内に浮上した。5月11日の FC、バルセロナ戦では、DF ジェラール・ピケのミスにつけ込み、シーズンを通じて、わずか21失点しか喫しなかった相手から、得点を奪った。なおこの試合は1から1の引き分けに終わり、バルセロナはリーグ戦3連覇を決めた。 最終的に27試合に出場して13得点を奪い、14位でのプリメーラディビシオン残留に貢献した。レバンテド、編集シーズン終了後、ロシアプレミアリーグの FC アンジマチからや FC、ロコモティフモスクワに興味を示されたが、移籍金100万ユーロでレバンテに完全移籍した。FC ロコモティフモスクワ、編集ロコモティフモスクワでプレーする。 カイセド2011年7月22日、ロコモティフモスクワイ4年契約の移籍金750万ユーロで移籍をした。FC バーゼルに移籍する前の2005年に、イタリア代表との親善試合で、エクアドル代表デビューした。この時点で16歳であり、エクアドル代表の最年少出場記録を更新した。しかし、2006年のドイツ W 杯の出場メンバーからは漏れた。 A 代表デビュー後も U-20 代表に選ばれ、続け2007年には南米ユース選手権に出場した。同年3月にはアメリカとメキシコとの親善試合に出場し、アメリカ戦では1得点を挙げた。コパアメリカ2007では背番号10を背負い、グループリーグの3試合全てに途中出場したが、グループリーグで敗退した。2009年2月10日、 U-21 イングランド代表戦で得点した。コパアメリカ2011ではグループリーグ第3戦のブラジル戦で2得点を挙げたもののチームは敗れグループリーグで敗退した。2014FIFA ワールドカップではクリスティアン・ベニテスが使用していた代表 A 級欠板の11をつけてプレーするがこれは規定により欠板が認められていないため 2017年9月、グスタボ・キンテロスが、監督職を更迭されると代表引退を表明した。スポルティング・クルーベでポルトゥバル2009マラが CF2010、レバンテド2010から2011-2011年5月19日時点ラツオ。ありがとうございます。